麻雀スタジオ。今日はロジクールのワイヤレスマウス説明してみたいと思います。まあ、キーボードが良かったんで、マウスも一緒にケーブル無線にしたっていう感じです。ワイヤレスにしたという感じで、まあ、量販店ずっと何度も回って、まあ、いろんなマウス握って触って、なんかキーボードとまず一緒に合わせようと。ロジクールで合わせよう。あとは見た目がこれちょっとすっきりして、なんかかわいいというかかっこいいというか、ちょっと横にもラバーグリップのちょっと湾曲していて握りやすくなっています。まあ何よりケーブルがついてないので、撮影時にこうケーブルが邪魔とか画面に映っちゃうとか、そういうのがないのでかなり重宝してます。まあ見た目よしと。あとまあキーボードと一緒で、こういうレシーバーというのがついてきます。これを USB に挿して、まああと電源を、これを USB に挿して、まあ電源をオンにすると。で、単三電池1個でもともと装着しているので、まあ18ヶ月ぐらい使えるらしいです。あとホームページからソフトをちょっとダウンロードすると、この1個のレシーバーで6個の機器まで使えるらしいので、まあ私はキーボードの USB でマウスもキーボードも、まあこれから買うその他機器もワイヤレス機器も全部使うと思います。なので1つレシーバー余っちゃってます。まあこれもともと Windows 8用なのかなとちょっと思う節があって、私は7をメインに使ってるので、もしかしたら8の人は若干こう説明が異なるかもしれません。まあこれも一緒で3年保証ついてて、まあちょっと慣れが必要かなと、最初の3日間1週間慣れが必要かなと思う節もあります。まあ量販店でだいたい2700円、まああっちこっち回ると平均3000弱ですね。3000いかないぐらいなので、まあマウスとしては決して格安だという値段ではないんですけど、まあ十分買ってみて満足だなと。まあやっぱりなんだろう、まあアマゾンあたりで買うのが正直一番安いし早いし便利かなと思います。あとはちょっと最初の3日間1週間慣れが必要といったのが、まあ唯一の不満点というか、ちょっと私が勝手に思っていたことと違うと。これ横にボタンが2個。ちょっと空中に浮いてね。こうですね。横にボタンが2つ。で、中央にホイールがあって、ホイールが左右。左と右にカチカチ。こうですね。左右。動くと。で、あとは普通にこう、左クリック、右クリックと。で、なんか中央に謎のボタンがあると。で、マウスとかは別に説明書を見て覚えるっていうよりは、直感的に私は何も見ないでこう触って覚えたので、まあちょっと最初思ったのと違った操作だなと思ったことがありまして、前使ったマウスはこっちが戻る、こっちが進むみたいな、戻る進むっていう、まあ、仕様のマウスだったんですけど、このデフォルトの設定はこう、このホイールを左にこう押すと戻る、右に押すと進むだったんですね。で、後々調べると、まあちょっとソフトか何かでボタンの設定ができるので、まあここ進むここ戻るに設定し直すこともできるらしいんですけど、まあめんどくさいんで最初のデフォルト通り私は使っています。ちょっと操作を説明すると、あれ、ちょっと画面が映ってないですね。ちょっとマウスと、まあ、ロジクールの、電源をオンにして、まあ、これはマウスのロジクールのホームページ開いてて、
ちょっと空中に浮きながら、マウス操作なんでなんか微妙ですけど、あれ？あ、空中に浮きながらだと難しいか。まあちょっと画面見えないと思うんですけど、マウスの操作を見せたいんで、ちょっと難しいですね。まあまあマウスのこの動き具合はかなり良しです。でこう戻ると進むボタンがこうかなり便、これ使い慣れるとかなり便利です。このなんだろう、親指を動かすんじゃなくて、これをちょっとこっちに動かすと戻る進む戻る進むと、なんか慣れてみると、最初不満だったので、あ、不満だったんですけど、慣れてみてあれ便利だなって感じですね。で、じゃあこの横のボタン何っていうと、こうデスクトップをスッキリさせる2つボタンがあると思うんですけど、下のボタンは今表示されているデスクトップを1回なんだろう全部閉じると、こんな感じですね。で、上のボタンはスタートメニューボタンっていうんですか、まあ、こんな感じで、ちょっと唯一この中央の部分のボタン、これいらないなと思って、なんかこういう風な、なんだろう、普段使ったことないような機能なんですね。なんか 3D にするっていう謳い文句ですけど、まあ正直必要ないなと、まあ使ってないです。で、ちょっと一点説明書とか私見ないので、こう直感で触って覚えるんですけど、マウスぐらいはちょっと最初分かんなかったことがあって、高速スクロールっていうのがこのマウスあって、こうマウスってこうカクカクカクって勝手にホイールが止まると思うんですけど、ホイールのストッパーがなくなって、こうガラ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 ッとガラ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 ッと画面がずっと一気に下までグワッていく時があるんですね。最初これのやり方が分かんなくてちょっと困ったんですけど、分かんなくて困ったというより、そういう仕様になっちゃって直すのに苦労したと。今はこうストッパーが効いてて、こう見たい場所に移動できる感じです、画面を。で、この中央のホイールを1回クリックするとストッパーが外れて、聞こえますかね、ちょっとこれ画面が短いんであんまり動いてないんですけど、こうストッパーが効いてなくて、画面が縦に長いサイトは一気に下までグワッといきます。これ最初やり方、その止め方が分かんなくて、直し方が分かんなくて、まあ触っていて覚えて、ああなるほどと、まあ私には使う必要ない機能だなと。でもう一度押すと、まあいつも通りのマウスに戻ります。この中央部分と高速ホイール、これはちょっと謳い文句に挙げてますけど、私には必要ないなっていう機能で、まあ不満というか、まあ最初ちょっと慣れない時に、まあ特に意味がない機能だなと思っちゃったことです。ただ最初の3日間ぐらい慣れるの、今使ってるマウスと違うと思うんで慣れが必要ですけど、慣れてしまうとかなり満足なものでした。まあ何よりスッキリで見た目もかっこいいなと、まあ、こんな感じで説明してみました。またAmazon あたりに、Amazon のリンクあたり貼るかもしれません。まあただマウスは人によって握り心地、マウスの形、あとは手の大きさ、みんな違うんで、一回量販店で触ってみて買うのがいいのかなと思いました。まあこんな感じで、どうもありがとうございました。